皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Far Away 遠いというものを選ばせていただきました。というのもね、ちょっと今日配信する内容に関連しているんですけれども、いやー、皆さん昨日はスタジアムライブの当選結果発表いかがでしたか？私もなんかね、皆さんのこう、私は申し込みしてないんだけども、気持ちを考えるともうちょっとそわそわしちゃってね。昨日当選結果が出る2時間ぐらい前だったかな、コミュニティに。私は申し込みもしてないんだけど、皆さんのこと考えるとそわそわドキドキしているんで、もしコメントしたい方用につぶやいています。あー、もうすぐ発表ドキドキだねってね、投稿したらたくさんのコメントいただきました。まあ、当たった方もたくさんいらっしゃいましたし、あー残念だったっていう方もいらっしゃってね。でもこうちょっと一人でこうあーって思うよりは、なんかコメントねしてね、気持ちを吐き出す場所があった方がいいかなと思ってね、つぶやいてしまったんですけれども、そしたら風かおるさんからもね、えみさんなんてこんなにいつもいつも優しいの、遠い霊から見守ってくださって本当にありがとうございます。愛しかないですね。レールのツアー決定の時は思いっきり念を送りますね。あと30分ですってね、たくさんの方に感謝していただいてね、私も逆に感激してしまったんですけれども、でもコメントしづらい方もいらっしゃるかなと思いまして、先ほどねコミュニティの方にこちらのアンケートをね投稿したんですけれども、すでに180名の方が投票してくださっておりますので、もしよかったら皆さんもぜひ投票していただきたいんですけれども、そしてね今日何話そうかなと思ったんですけれども、まあいろんな方がいらっしゃいますから、ちょっと笑いたいなって、ほら私嫌なことがあると笑いとか見ることもあるからね、そういう意味でこちらのね黒黒劇場の未公開作を一挙大公開してみんなで笑うのもいいかなとか思ったんだけども、まあこれいずれ公開しますが、今日はねそうだと思って私の状況をね皆様にお話ししようかなと思ったんですね。で、私の状況結構今悲惨なんですよまあ悲惨なのかどうかっていうのはその人の判断によりますし、まあ見る方にとってはそんなの悲惨じゃないよって思う方もいるし、まあ悲惨だなと思う方もいるし、私はまあ結構ちょっと落ちてますけどポジティブに捉えてるって感じなんですけどね。まあその状況ちょっとねお話しして、今回はダメだった方の少しの慰めにでもなればいいかなって、そうなるかどうかも分かんないんだけど、ちょっと話そうと思うんですけどもね、実はね私はこのスタジアムライブ発表になった時、あ申し込んでみようかなって思ったんです。と言いますのは、実はね私の母が今年の9月13日で80歳になるんですね。そして父が80歳の時は、私以前動画も出しましたけれども、もうサプライズでね、これ5年前だったかな、行って内緒で、そしてその時は銀行で働いてましたから3日間だけね休みを取って、もう弾丸でねもう3泊4日とかで行ったんですよ。もうそしたら本当に喜んでくれてね、本当にねいい思い出になったんです。なので母のね80歳も私サプライズでね、もう今回は、まあ、銀行に働いてませんからね、結構今時間が自由なんで1ヶ月ぐらいね言おうかななんて思ってて、妹にもその話したら、あじゃあ私もの休み取るとかって言ってね、10日ぐらいねその辺休みを取ってくれてっていうことでね、結構前からこれね考えてたことだったんですよ。で9月13日って言ったらね、このスタジアムライブは10月15日16日ですよね。まあ1ヶ月後ぐらいで、いやちょっとちょうどいいんじゃないと思ってね、まあ沖縄ですけども大阪まで飛んでね行けないこともないですよ、帰りに寄るってこともできなくはないと思ってね、いやこれはちょっと本当に行けそうだったら申し込もうかななんて思ってたんですけどもね。でも今日本ってすごい水際対策がコロナでね厳しいんです。で、まあ、いろんな国がもう緩和している中で、もう日本が唯一と言ってもいいのかな、まだねすごい厳しい対策を取っていたんですね。でも私は結構楽観視をしていて、9月ぐらいまでにはね
まあそれも緩まってるんじゃないかっていうふうに思っていたんですけれども、ここになってコロナのね感染者も増えていて、風邪さんもかかってしまいましたけれども、ということでね、そういう気配もないと。それで私は今アメリカの国籍を取っているから外国籍になるんですね。でまあ取った理由としてはね、ちょっと前に、まあ、両親をこっちに呼ぼうかなと思ってて、それにはアメリカ国籍を取る必要があったんで、もう結構前に取ってるんですけれども、でも結局はね呼び寄せできなかったんで、何のために取ったのかなっていう感じも今はするんですが、でもその外国籍の人ってビザが必要なんですよね、日本に今行くのに。それで私の場合ね、まあ、いろんな事情があるんですけれども、ビザね取れないんですよ今で。なんかいろいろ調べてたら、これ新聞記事にもなっててね、祖国に帰れない新型コロナが浮き彫りにした在外日本人の国籍問題ということでね、これ話し始めると複雑なんでここでは話しませんけれども、まあそういう状況なんですね。なんでね、手続きねしようと思えばね、できなくもないかもしれないけど、それもねすごい時間がかかるということで、数ヶ月はかかるということで、もう母のそのサプライズで行こうと思ってた80歳の誕生日もできなそうだということがね、2週間ぐらい前かなに分かってね、もう落ちました。めっちゃ落ちました本当楽しみにしてたから、まあ自分のせいだっていうのもあるのかもしれないけど、本当にね落ちた。そして何よりね、もう母に申し訳ないなっていう気持ちがねあります。本当にサプライズでお祝いしたかった私は。それでまあ自動的にまあライブにもね行けないということで、申し込みもしなかったんですけれども、まあでもねこれもね、あのねきっとね何か全てに意味ありますから、意味があるとは思ってるんです。なので落ちましたけども、どんな意味があるんだろうっていう、そういう気持ちもありますという、これが私の悲惨な今の状況です。祖国に帰りたくても帰れないという状況ですね。でも帰りますよ私、どうにかしていつかは帰りますけどね、まあ、母の80歳のお誕生日には間に合いません。ごめんねママ。まあでもね、いつか絶対帰りますから、その時はねもう遅れてもお祝いはしたいと思っております。はい、ということで、ちょっとあの当選できなかった方への少しは慰めになったでしょうか、どうでしょうか、なってないかな、なったらいいんだけれどもという状況です。でもね、悲しいことばっかりではないんですよ。あの今娘がバークリーね大学の近くに住んでますけども、そこに月曜日25日ね一泊なんですけども行く予定なんです、息子と2人で。もうめっちゃ楽しみです。なんでね、まあそういう楽しみもあるんで、いろんなね日々の楽しみを見つけながらね、あの生活しているところです。それにね、日本がねもしかしたら水際対策を緩めるかもしれないしというね、そんな希望もありますしね、ということでね、まあ今は行くなということなのかなということでも捉えておりますね。まあ時が来るのでしょう、全てに意味ありますからね。そういえば今ねニューヨークから日本に行ってる桜子さんね、当選したって動画上がってましたね。いやーすごい良かったですね。なんか息子さんともねお祭りに行った動画が上がってて、あれはねなんか私あんまり人のこと羨ましいと思うことはないんですけども、いや羨ましかった正直言うと。でも本当に良かったですね、楽しんできてほしいですね。ということでね、今回落選した方もまだチャンスありますよね、一般で申し込むチャンスがありますよ。で今回申し込みもできなかった私みたいな方ねもうたくさんいるみたいでね、なんでね、まあ、いろんな方がいますけれどもね、皆様にねちょっと寄り添えればいいなとは思っております。なのでね、まあ、コミュニティの方でもすでにたくさんね当落のご報告はいただきましたけれども、もしよかったら
コメント欄にね、当たったよとか落ちちゃいましたとかね、コメントくださいね。もうね、本当にね、当たった方のはね、本当私心から嬉しいんですよ。もう皆さんのこと知ってるからかな、わからない友達のような感じに、で本当嬉しいです。でね、受からなかった方はね、もうね、本当にね、悲しいです。やっぱりね、なんか友達のように感じてるんでしょうかね。特にね、ディーンとミョウさん、もうこれはね、ネタにするしかないかもしれない、本当に。いや、でもね、これ絶対意味あります。はい、もうこんなね、経験したことはないと思うから、大丈夫ね。ということでね、コメントもたくさんくださいね。そして昨日の動画に来たコメントね、少しご紹介させていただきますね。まずアンジーさん、Thank you very much, Emmy さん。I love this channel too because it has such a lots of positive and wholesome energy, just like 風。ああ、エミさん、ありがとう。私このチャンネルが大好きなの。だって風さんと同じようなとってもポジティブですっごい素晴らしいエネルギーを感じるんですもの。というね、めっちゃ嬉しいコメントいただきました。ありがとうございます、アンジーさん。嬉しい、本当に。 Thank you, Angie, for the nice comment. I'm so happy. そしてナッキーさん、エミさん、皆様いつもありがとうございます。タンタンさん、おめでとうございます。タンタンさんって私もベルギーの漫画タンタンの冒険好きな漫画だから、そっちからの命名。風の国のエミ村は本当に居心地の良い素敵な村。エミさんが知事を務めてますよ。村には素敵な風民がいっぱい住んでいます。ほらほら、黒黒劇場が始まるよ。ゆりさんやリンとみほさん、たかこ先生の絵画教室も、のんなさんが海外からお客様を接待してくれてる。のんのさんが道案内をしてくれてる。きょうちゃんが面白い写真撮ってるよ。村を散歩してると本当にここは素敵な楽しい村。ナキーもなんか面白いことないか探してるよ。人生辛いことの方が多いかもしれないけど、ちょっとでも笑えるとそのうち良いことやってくると信じて頑張りましょうや。なんと突然そこに自転車にカニさん乗りした風族の王様風神がやってきた。わーい、ライブが始まるよー。ってなわけで、今日はスタジアムライブの抽選発表ですね。行きたい人みんなが当たることを祈ってます。ということでありがとうございます。そしてマリモさん、エミさん、ワクワク様です。タンタンさん、お誕生日おめでとうございます。雨に歌えば素敵な歌声ありがとうございます。楽しみにしている黒黒劇場、黒黒さんのセンス抜群のストーリー、そしてさらにパワーアップしているのがエミさんのナレーションの演技力と表現力。なんかもう聞いてて楽しくなっちゃいます。ありがとうございます、嬉しいです。ここでいろいろと表現してくださる皆さんに感謝です。ということでありがとうございます。ということで本日も黒黒劇場読ませていただきますね。エミ先生、あなた少しぐらいの言い間違いでくよくよするのは早いのよ。私と来たらもう毎日が頭の中で連想ゲームよ、参るのよ。あら、タンタンさん、お誕生日おめでとうございます。ワクワク様スピリッツよ。ということで、ね、あ、エミ先生に怒ってるのはキラリ保育園園長先生です。クロクロではありません、失礼しました。妖怪ツツゼゼちゃん知ってる？夜の公園に妖怪が出るの。園長先生帰り道に見たんだって。走って逃げたけど怖かったって。ゼツ、どんな妖怪なの？ブルブル。ツツ、あのね、あのね、手と足がすごく長いの。こんな風にカニさんみたいに折ってね、自転車でガンガン走るんだって。目が光ってるからかまじいじゃないかってエミ先生たちが言ってたよ。ゼツ、あれ僕見たよ、ソラ兄ちゃんのスマホで見た。ツツ、ゼツもかまじいを見たんだ、すげえ怖かった。ゼツ、うん、おちっこちびた。でもね、それ風っちだよ、ソラ兄ちゃんが藤風だって言ってた。ツツ、え、
かぜっちがかまじいだったんだ。あ、園長先生に教えてあげなきゃ。ずつ、どうして？ずつ、リス組の先生がね、園長先生は湯婆婆みたいだって言ってたもん。ずつ、千と千尋だ、わーい、わーい。中小、かまじい。ジブリ映画千と千尋の神隠しに登場する6本の腕を持つ老人のキャラクター。根はとても優しい人物で、人間に対する差別意識を持っていないキャラクター。誰かさんに似てませんかって。本当だ、似てますね。ありがとうございます。そして本日の最後はね、のんのさんが撮ってくださったこの素敵な写真の数々で終わりたいと思います。すごくないですか。もうプロのカメラマンみたいね。もうめっちゃ癒されます。もう当選した方へのね、心からのおめでとうという気持ちと、まあ落選した方、そして申し込みもできなかった私のような方々への慰めの気持ちも込めて、こちらの写真で終わりにしたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。Have a beautiful day, everybody. エミでした。ではまた。